シュトットホーフ共生収容所のゲートシュトットホーフ共生収容所はナチスドイツがダンツヒの東36キロほどのシュトットホーフに建てた強制収容所。この収容所に収容されたものの総数は約12万人、そのうち死者数は8万5千人。ダンツヒとその周辺の村々は第一次世界大戦前までドイツ帝国領であったがドイツの一次大戦敗戦後に ベルサイユ条約によって自由都市団地ヒとされて自治権を有する地域に変更された。ドイツ軍のポーランド侵攻後の1939年9月2日に自由都市団地ヒは再度ドイツ領に編入された。団地ヒの東36キロに新英隊の施設収容所としてシュトットホーフ強制収容所が建設された。はじめはポーランド人戦争捕虜や 半独ポーランド人を中心に収容する小規模な収容所だった。1942年2月20日に正式な国営強制収容所に指定された。収容所が拡張されてソ連人やユダヤ人がたくさん送られてくるようになった。1942年までポーランド人が収容者の多数を占めていたが、ユダヤ人とソ連人の数が増してポーランド人の数を超え、 1944年には収容者の70%がユダヤ人になっていた。しかしユダヤ人やソ連人はこの後次々と絶滅収容所へ移送されたので、ソ連が収容所を解放した際に収容所に残っていたもので一番多いのはポーランド人だった。シュトットホーフは絶滅収容所ではないがガス室が存在した。ガス室処刑は1944年夏頃に始まり、 1944年末に、新鋭隊全国指導者、ハインリヒヒムラーの命令で中止されるまで続いた。戦後、博物館として、保存、公開されている。2018年には、当時監視を務め、大量虐殺に関与したとされる、元ナチス新衛隊員の後半が始まった。ありがとうございます。